部しかいないネバだから、そんな大体を用意しないでいいネバ、この企画はなしだ。今から知事に新年度の予算について教えてもらうネバよ。よし、コンコンコン。どうぞ。失礼します、ネバ。失礼します、ネバ。ネバル君、こんにちは。ようこそいらっしゃいました。知事、こんにちは。失礼します、ネバよ。はい、ようこそネバル君、今日はよく来てくれました。はい、ネバよ。新年度予算案についてちょっといろいろ聞きたいから来たネバよ。ありがとう。新しい新年度の予算、僕は知事になって今度初めて作るんだけど、ネバ、非公認のネバル君にもどんどん教えてあげるネバ。はい、ネバよ。非公認なのにネバって真似してくれたネバ。これは公認が近いネバ、嬉しいネバ。やったネバ、もう今日来た甲斐ができたネバよ。喜ぶの早い、早いネバ。早いネバか。これからネバね。これからネバよ。じゃあ予算案を聞いてから喜びますネバ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ネバール君。はい、ネバ。今度の新しい茨城づくりの絵のチャレンジという平成30年度の予算について説明します。チャレンジネバね。チャレンジです。なるほど。もうこの動画自体がちょっとチャレンジあるネバだけども。最初のチャレンジですね。一つ目。はい。新しい豊かさへのチャレンジです。新しい豊かさ、はい、茨城県がもっともっと豊かになる、豊かな仕事が作れる、それからみんながもっと心豊かに暮らせる、うん、そんなチャレンジをしようと思ってます、うん、そのポイントがですね、じゃん、50億。お金が大きすぎてわけがわかんないねばよ。確かにわかんないね。これなんでしょう。流行りの35億みたいな感じだったけど、はい、それを超えてるねばね。そうです、50億。この50億で何をしようかとしてるというとですね、こういうことなんですね。最大50億円で全国トップレベルの研究施設や本社機能を茨城県に持ってこようということなんです。50億で、50億がちょっと多いのか少ないのかわかんないんだけど、50億って押すってことはやっぱ多いってことね。多いってことですよ。新しい予算で大きくこれを予算をつけたんですけれども、なんで本社とか研究施設かっていうと、はい、ね、本社とか研究施設でもっともっと質の高い仕事をですね、茨城県作ればもっともっとそこにさらに人が引きつけられる、うん、仕事が引きつけられるっていう考え方からなんですね、うんうん、なるほど。じゃあ茨城がもう日本の最先端になるってことねばか。そうねば。はい、ねばよ。はい、もう一つのポイントがベンチャー企業への支援なんです。ベンチャー企業。はい、ベンチャー企業ってわかるかな。はい、ねばよ。これからもう伸びてく、伸びそうな企業ってことねばね。そうですね、伸びてきそうなの。ねばる君は確実に伸びるけど、まだわかんない企業ねばね。ねばる君すごいねば。はい、ねば。茨城県にはつくばをはじめ国の研究施設でたくさん優秀な人が働いてるんですね。はい、ネバ。そこでいろんなことを勉強してて、その勉強をもとに新しい会社や新しい仕事を作り出す可能性がいっぱい眠ってるはずなんです。それをしっかり掘り起こす、それがもう一つのポイントです、うん、なるほどね。研究したものがお金になってないもの多いから、それをお金にしてあげようってことねばね。そう、そうです。それは大事なことねば。じゃあ今度はネバール君に質問です。はい、ネバ。はい、これは何でしょう。茨城県の〇〇は全国で第2位、うん、2位。すごいな。これはじゃあトップレベル、茨城のトップレベルってことは分かったねば。何でしょう。オートバイの改造車率。ブー。外れれば。外れればか。外れれば。すいません、変な空気になったねば。カットでお願いしますねば。そんな質問するわけないでしょ。そうねばね、はい、もっと自慢なものねばか。そうだね。なんだろうな、教えてほしいねば。はい、じゃあ正解は農業産出額なんだね。すげえねば。北海道について茨城は第2位なんです、意外だったねばだけど。そうだよね、茨城ってすごいねばね。すごいです。広いのこの耕作面積が、はい、あるんで、ぜ北海道について第2位、東京の消費地にも近い、まあ、そういうことなんですね、うん、でもね、課題がいっぱいあるんです。なんだねば。
たくさん作ってたくさん売ってるんだけど、もっともっと儲かる農業にしないといけないと、うん、農業っていうのは儲かるのがものすごく難しいんだよね。そうねばね。儲けられるような農業を作るいろんな施策の一つとして、今回目玉はの一つがこれです。茨城を儲かる農業にするために約3年間でとっても大きな農家を作っちゃえ。100ヘクタール。100ヘクタール。パッと全然イメージ湧かないけどすごそう。多分端っこに立ったら端っこが見えないぐらい広いです。見えない、うん、そんな土地あるねばか。土地はあるんだけどまとめなきゃいけないんだ ね。今はバラバラになってるところをきちっとまとめて100ヘクタール、うん、それによって効率よくですね、お米を作って、でとてもコストが安く作れて儲かる農業がこれで実現できます。ね、じゃあ海外の農業みたいなイメージねばね。その通りねば。でそれで世界に発信。そうねば。それで儲かる農業ねばね。そうだいず。そうだず。そうだず。そうだいず。そうだいず。そうだいずはちょっとあんま無理やりすぎて。無理やりねばか。無理やりだけど、そういう強引なところもやっぱ素敵なとこねばよ。ねばるくん。はいねば。豊かさのチャレンジの次は新しい安心安全のチャレンジなんです。新しい安心安全のチャレンジ。はい。どういうことねばか。これはね、これを見てください。人口10万人あたりのお医者さんの数、茨城県はワースト2、ビリから2番目なんだよね。そうだったねばか。茨城に住んでるとわからないもんね。そう、そう。ねばはるくんが病気になって緊急入院ってするときにお医者さんがいなかったら大変だよね。最悪な町ねばね、それは。もう至急必要ねばよ、お医者さんの数が。そう、なので茨城県で今度医師不足緊急対策行動宣言というのを発表しました。うん、ちょっと難しいねばね。難しいねばね。漢字がたくさんでわかんないけど。まあとにかく大急ぎでお医者さんを茨城県で作ろう、あるいはもう連れて来てもらおうと、そういうことです。そのためにはいっぱいいろんなことやるんだよ。茨城の医療大使を任命、これはですね、いろんなあのネットワークを持っている知り合いの多いお医者さんに大使になってもらって、いろんなお医者さんにですね、茨城に来てほしい、来てくださいとお声掛けしてもらうとか、あるいは自分自身、私自身もその、リクルートにあの飛び回る、世界中飛び回るとか、そういうことをします。それから、全国初の実質金利ゼロって難しいこと書いてあるけど、要は医学部、お医者さんになろうとしている高校、茨城県の高校生をしっかり、サポートしようと、そういうことなんだね。で茨城県で育って、うん、で学校そこで学んで、うん、どっか行っちゃうんじゃないねばか。あ、でもね、茨城県の出身で他のあの外の県外の医学部に行っても戻ってくる確率が高いんだよね。鮭みたいなもんねばね。そうそうそう。で最後が、子育て医師をみんなで応援ということで、女性のお医者さん、女性のお医者さんはですね、お仕事と子育てと両立するのがとっても大変なんだ。今すごく苦労してるんだよね、うん、特にお子さんが病気になった時にあの急に預けることができなくなったりして大変なので、そんな時に電話一本でサポートしてあげられるような、そういう仕組みを作ろうと。これも全国で初めてかな。話題になりそうだし、ねば絶対必要ねばね。そうだよね。女性も優秀な人たくさんいるねばだから、そこを助けてあげることはとっても大事なことねば。ねばるくんちゃんと理解してくれてるね。はい、嬉しいな。頭がありますからねばるくんもちゃんと聞いてますねばよ、はい、これでねばるくんがいざという時にも安心して暮らせる安心安全を確保したいと思ってます。はいねば、よろしくお願いしますねば。はい、ねばるくん。はいねば。3つ目の挑戦がこの新しい人材育成へのチャレンジなんだよ。新しい人材育成。ほら、人材という字に財という字、本当だ、違う字でしょ。宝も、人は宝だと、そういう意味を込めてるんです。なるほどねばね。当て字ねばか。そう、最初の目玉はこれです。グローバル人材の育成、トップレベルの英語学習の機会を茨城県で用意します、そういうことです。ねばるくん、海外に行ったことあるかな。ありますねばよ。ね、これからは世界はどん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 一つになって近くなってきて、グローバル社会ってよく言われてますよね。そうねばね。
茨城県の子どもたちもどんどんこれから海外だりあるいは外国の人たちと一緒に仕事しなきゃなりません、うん、なので、そういう方が海外そういう子どもたちが海外で海外やあるいは外国人と一緒に活躍できるように、うん、英語や異文化との交流やそれからいろんな価値観に触れるそういう機会をしっかり作ってですねグローバルな場所で活躍できるそういう茨城県の子どもたちを育てます。なるほどね。ばね、茨城空港も海外とつながってますね。ばだからね。その通り。グッドポイント。次のじゃあ次の目玉を説明します。ねば。これがですね、トップ層育成とその拡大プログラミング教育。プログラミングってわかるかな？はいねばよ。まあ文字ねばね。文字見れば、うん、パソコンの、そう、パソコンの文字だね。そう、パソコンの言葉だね。パソコンの言葉ね。はい、これからはいろんなことがコンピューターを通じて行われます。ねばる君も聞いたことがあると思うんだけど、はい、車が自動で運転されたりとか、はい、いろんなことが研究されてるよね。人工知能とかね。うん、でそういう これからの社会がどうしても必要なのがそのコンピューターの言葉を理解することなんです。それがプログラミングでそのプログラミングを理解する人たちもっと優秀な人たちを育てましょう。それからもっといろんな人にこのプログラミングを興味持ってもらおう。そういう仕組みを今度茨城県の教育として目玉の教育として推し進めるんだよ。めっちゃ大事だと思うね。ばだってこれから AI の時代でプログラミング組める人と組めない人の差がすごい出てくると思うね。そうよ。だからね、これからは AI でねばる君のセリフも作っちゃうよ。作れないねばよ。ねばる君だけは絶対に作れないねばよ。一粒しかいないねばだから、そんな大胆を用意しないでいいねば。この企画はなしだ。わかったわかった。ねばる君だけはオリジナルで、はい、今のは撤回。ねばる君オリジナルでいきます。はい、ねばお願いします。ねば、はいはい、3つ目のポイントが、はい、これ茨城型就学支援。茨城県出身の子どもたちがですね、大学入って、また戻ってくることができるように、はい、ね、奨学金ですね。奨学金と入学一時金、大学に進むといろいろお金がかかります。そのお金を支援します。で、返す必要のない、茨城県に戻って仕事してくれれば返さなくてもいいですよっていう、そういう仕組みなんです。奨学金でね、借金してっていう話よく聞くね。そうだよね。戻ってきてくれたら返さなくていいよ、ちゃんと茨城に貢献してねっていうものが乗っかってればいいねばね。そうそう、素敵なことねば。みんなぜひこれ利用してほしいねば ね。最後のチャレンジが4つ目のチャレンジ、新しい夢希望へのチャレンジなんです。あ、これはもしかしてネバール予算かな。あ、近いかも。ネバール君に、ネバール君、それはポイント、これ見てください。あ、もしかしてネバール予算か。すごい大金だ。これをネバール君に予算としてつけますということではないんだな。ごめんネバール君、10億円。この10億円は何に使うかというと、はい、こういうことです、はい、プレミアムなホテル旅館の誘致。茨城県はいろんな観光地あるよね、はい、ねば。でもね、足りないと言われているのがプレミアムな、まあ、ホテル旅館と言われているんです。そのホテルに泊まりたくて行くよぐらいのレベルのホテルねばね。そう、いいこと言うね、ねばる君、さすがよくわかってるな。はい、ねば。そういうフラッグシップ、まあ、茨城を代表するような立派なホテルや旅館ができれば、うん、茨城県の観光としての知名度あるいは認知度、いろんな人が知ってくれるっていうことがどん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 盛り上がると思うんだよね。そうねばね、一流のホテル泊まれば茨城のことも宣伝してくれるし、そう、どうやって茨城で楽しんだらいいかも教えてくれるから絶対大事ねばよ。そうだね、ありがとう。だけどさ、一流のホテルって10億円に食いつくねばかね。それはわからない。わからない。やってみないとわからない。やってみないとわからない、うん、だから10億円だけ出せば、あ、食いついてくるっていう来てくれるって話ではないよね。茨城のもしかしたらオーナーさんとかそういう人たちが協力しようって気持ちで来てくれるかもしれない、ね、総合力で勝負するしかないかもしれない、はい、まだいないっていうところが売りポイントかもしれないね、はい、そうだね、今あるホテルに加えてもっともっとその富裕層を狙ったようなそういうホテル、まあ、旅館、そういうことも今後の観光の戦略としては重要になってくると、そういう考えです。はい、ねば。はい、で次がこれです。ねばる君、
銀座1丁目にある茨城マルシェって知ってるかな。しょっちゅうイベントで出してもらってるねば。あ、イベントで行ってるか。はいねばや。あとご飯も食べに行ってるねばだし。あ、そっかそっかそっか。ねばるくんグッズも置いてもらってるねば。そっか、あの茨城マルシェを全面リニューアルっていうのが新しい戦略の一つなんだよ。え、もしかしてネバーランド、ネバールくんのショップになるのかな。あー、残念。なんだねば。違うねばよ。違うねば。違うねばか。ええ、あのね、茨城県のイメージってどんなんだと思う？やっぱりね、世間は納豆っていうイメージとか、うん、あとはヤンキーとか、うん、田舎っていうイメージねばかね。そうね。でも茨城県でいっぱいいいものあるよね、食べ物も。そう、美味しいものいっぱいあるねばだしね。でもその割にはあんまりこう、あの高級なイメージとか、うん、あのブランドのブランド力とかそういうことに欠けてるかもしれない。だからもうちょっとそれをこの、あの茨城マルシェを使って、茨城のもっともっといいところを、あの高級な感を出して、アピールしたいなと。なるほどね、うん、だからネバル君も今度茨城、新しい茨城マルシェに行くときは高級感を出したネバル君になってほしいんだよね。わかりましたネバ。じゃあちょっと後でお小遣いちょうだいネバよ。ちょっと高級な衣装で行くネバよ。そうだね。はいネバ。はい、ということで茨城ブランドをもっともっと高めるための、茨城マルシェ全面リニューアルが最後のポイントです。へー、え、最後？これが4つ目、最後です。5つ目、ネバール君に何億円とかそういうやつのチャレンジは？あ、それはこれからのネバール君の活躍次第かもしれないな。よし、可能性だけは得たぞ。やったネバ。やった、よし、頑張るネバよ。一生懸命茨城がもっともっと挑戦する、生き生きとした県になるように頑張っていきたいと思ってます。はいネバよ、知事の思い伝わったから、ネバール君も全力で応援するネバよ。ありがとうネバ。ネバネバ、みんなもぜひ応援してネバ。